こんばんは。4月16日日曜日、時刻は22時を回っています。ウェザーニュースライブムーン、この時間も引き続き時田瑞希がお送りしていきます。よろしくお願いします。さて、今回もダイキンからの早着替えを済ませたところで、私ですね、今日実はこの下にもう一枚お洋服を着ているんですよ。ちょっと皆様にお見せしていいですか？こちら、こう前開きのお洋服を着ておりまして、それには理由があるんですよね。ちょっとマイクに触らないように気をつけながら、よし。あ、難しい。出てきましたね。 T シャツを着ているんです。その T シャツがちょっと皆様に見ていただきたいんですが、ちょっと難しい。マイクつけましょうか、こっちに。よし、何か出てきましたね。何でしょうか。白衣じゃないです。あ、気づいてる方がいらっしゃいましたね。じゃん。ちょっとパソコンで見えないかな。じゃーん。ウェザーニュースキャスター対抗戦というものをこの冬に行っておりまして、ロードモバイルのゲームで対決をした企画があったんですけど、その中間発表時に各ギルドで上位5名に入っていた方にお送りしているこの限定 T シャツ、キャスターの顔が印刷されているT シャツを私たちもいただいたんですよ。そうなので、ちょっとこの機会に着用してみました。ちょっと下の方まで見えるかな。こんな感じなんですよ。ユッキーさん、のんちゃん、りーちゃん、ななさん、私、アイリンさんが勢ぞろいしていて、自分の顔が載っている T シャツなんて今まで着たことがなかったので、まあそりゃそうですよね。すごく不思議な気持ちなんですけれども、とんこつキングダムの方もね、5名持っている方がいらっしゃるので、私もお揃いで着てみました。せっかくなので番組内でご紹介しようと思って、珍しくね、長袖のブラウスを上に羽織ってきました。実は中に着ていたんです。見ている方にもね、こちらのT シャツお持ちの方いらっしゃるかと思いますので、ぜひお揃いで楽しんでいただけたらなと思います。ということで、しまっていきましょう。ちょっとね、いきなりお天気番組見始めたら、自分の柄の T シャツ着てるキャスターがいたらびっくりしますよね。なのでボタンをもう一度つけていきましょうか。ちょっと一旦幕張の空の様子を確認していきましょう。幕張は穏やかな夜景が広がっていましたね。何事もなかったかのように。関東はね、お天気が回復しているところが多くなっていまして、この後も一部茨城県内では雨が続く可能性がありますが、現在は幕張、広く穏やかな夜景が広がっておりました。この後も茨城県内では雨の降り出しや強まりにご注意ください。ということで、プチご紹介タイムがありましたが、ここからはお天気の実況を確認していきましょう。皆様からいただいているリポートです。